やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ハマーです。はい、現在1月25日火曜日の午前2時18分ですね。はい、今日は響きうはりも大前まみこの誕生日ですね。はい、ただいま天元突破グレンラガンの23、24話見ましたでアップロード終わりました。24話が絶望解すぎる。はい、続いて25話です。では簡単に自己紹介。はい、僕は普段マジ大道芸人ハマーという名前で一生瓶乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主です。はい、この本の著者です。で、普段は子供たちの前で勝負してますが、現在はほんまにコロナの影響で約2年ほぼ無職状態。今はね、もう真剣にポジティブにね、このアニメリアク職人活動を頑張ってますんでね、ぜひとも応援よろしくお願いします。で、僕の詳しい自己紹介動画、ホームページ、SNS 各種、PV、プロフィールなど、すべて説明文にあるんでね、ぜひ見てください。お願いします。で、過去のアニメリアクション動画は再生リストに、作品別にまとめてますが、過去の分ほとんどないです。で、それはまた自己紹介動画で語ってるんでね、理由をまた聞いてみてください。はい、今年9月ぐらい、でかい発表あるかもしれません。お楽しみに。では行きましょう。グレンラガン25、Dアニメストアです。3、2、1、スタート。いや、もう24は絶望すぎるぞ、これ。このオープニングはもうめちゃめちゃ頭残るな。ね、24は何人死んだ？アイラック、キッド、マッケン、ジョーガン、バリンボー、ゾウシ、6人死んだんか。なんで最後海に引きずり込まれちゃう、わけのわからん展開。しかも上川隆也さんが声なんですね。お前の意思を受け取った。不穏なサブタイトルやな。24話もそうやったけど、ちゃんと予告つってほしいね。アーテンボロは デススパイラルフィールド。
それはうまくいかへんやろな。わ、押し返したのか。神中。うん、これ北と陽子はくっつくべきや。これフラグちゃうよな。
人も。サブタイトルも不本意だし、もう嫌な予感しかせえへんぞこれ。なんじゃこれ。ロコン。上川隆也さんね、これ。なるほどね。デススパイラルマシンを破壊すると。300秒、5分か。ちょっとよく分からへんけど。何？水じゃないのに？真鍮。
ちゃん何してんのこれ。ブート。何やこれ。おい。ブータが。なんでブータが。何これ、どういうこと。あ、そうなん。ブータマジかこれ。なんで。一発で決まるのかな、二発。おお。おお、これピンチは続くよ、どこまでもやな、これ。あばよ、確か8話の神の変形。今脱出したんかな。違うか。うお。
マジか、来た。マジか、来た。おお。神棚グラサンが、超絶螺旋、超五級。いや、じゃあ最後熱いけど、キタンが死んでもうた。いやー、これは、なんでや。ちょっとね、いや、ちょっとね、もう言おうことを来たんくつろしいななんてね、言うてましたけども、かなわんかった。まあとりあえず今回その海と思ったのは、そのなんだ、何、密度の濃い何度か感度がやったというので、そのデススパイラルマシンに引きずり込まれたらもうぺちゃんこになるというので、
じゃあそれを破壊しようじゃないかという、ちょっとその発想はほんま出てこなかった。ねえ、シモンが、そんなことをね、思いついて。いやー、キタンが特攻するとはね。ねえ、超銀河大グレンにくっついた、ね、ザクマザコという形を、ね、引き離しながら、もう地球に戻ったら子供たちに合わせてくれ。もうこれフラグやで、これフラグや、神だと同じや、これ8話の。でまあまあ、そのもう特攻決意した後にね、もう陽子にキスしたのもなんかもう神だや、セリフまで神だやったな。アバイはダチコなんて言わねえぜみたいな。いやー、あかんわこれ。アキタンがね、ちょっとそのアンネを可愛がってたシーンとかを思うときついなこれは。ねえ、ヨーコも涙流してましたしね。いやー、ヨーコとキタンくっつってほしかったな。奇跡的に生きてました、ないんかな。はい、まあまあ、ということでちょっと累戦崩壊1回ということで、悲しみの累戦崩壊でした。はい、最悪よ。はい、まあということでですね、グレンラガン25話でした。よかったらチャンネル登録高評価ぜひお願いします。もう一回やっていきます。僕は今はアニメリアク職人と名乗ってますけども、普段はマジ大道芸人ハマーという名前でね、子供たちの前で称してます。僕の詳しい自己紹介、ホームページ、SNS 各種 PV プロフィールなどなど、それで全部書いてますんでね、SNS を。よかったら見てください。ね、特に PV の再生お願いします。で、ちょっと前まで、2日ぐらい前までマジでネガティブになってましたけど、まあ、ほんまこのグレンラガン見てね、今マジでポジティブになってますんで、まあ仕事はほんまになく、収入もないですけどもね、今はとことんこのアニメリアクション職人活動をね、真剣にやっていきます。ポジティブにいきますんでね、ぜひ皆様も一緒にポジティブになっていきましょう。応援よろしくお願いします。はい、ということで、マジ大道芸人ハマーでした。ありがとうございました。